こんにちは。アラフォー独身女のリアルをお伝えしている現在39歳のジュエルです。今回はアコムからお金を取り返せなかったお話をしたいと思います。これはあくまで私のケースにおいて起きたお話なので、皆さんに当てはまるかどうかはわからないお話となります。私は今はリボ払いの借金の返済中のみで、消費者金融からもお金を借りていたんですけれども、そちらの方はすでに完済しております。当時アコムとオリックスとオリコで借金をしておりました。その中でも最も長期にわたって10年くらいですかね、お世話になったのがアコムだったんですね。追加融資をしまくりまして、ざっと200万円くらいはトータルで借りていたかもしれませんね。そもそも正攻法の個人の借金、つまりですね、闇金牛島くんみたいな闇金を除く借金ですね。こちらは2007年にですね、貸金業法というのが改定されまして、年収の3分の1までしかお金が借りられなくなったんですね。コメントでもたまにいただくんですけれども、この時は時代がおかしかったよねっていうお話がよくあるんですけれども、まさにそうで、実はこの法律が改定される前までっていうのは、年収の3分の1以上のお金っていうのが借りることができたんですね。私はこの法律があったからこそ、それ以上借金をしなくて済んだのかなと思っています。というのもやっぱり借りる人ってどこかでやばいって気づく時が来るんですけれども、それってこれ以上消費者金融だったりとかからお金が借りれませんって言われた時だと思うんですね。それまでは、まあ、少額、例えば1回につき10万借りて、またなくなったら10万借りてとかやっていたかと思うんですけれども、いよいよこれ以上貸せませんと言われたタイミングに、自分が一番やばいんだなって気づく瞬間だと思うんですね。要するに年収の3分の1までしか借りれないので、300万の人だったら100万まで、600万円だった人は200万円までしか借りられなくなるので、ストッパーがかかるわけですね。で、あ、いよいよ自分はやばいとこに来たっていう風になって、返済したりとか整理したりとかするようになると思うんですね。だからこの法律が改定されるまでっていうのは、ストッパーがなかった状態ってことですからね。いや、本当に法律ありがとうっていう感じです、今思えばですけど。当時はもっと借りれないのかと思って、多分ムカついていたと思いますけれども、今の私にとってはこれがあって本当に良かったなと思います。それでですね、なぜ今回アコムからお金が返ってこないというお話をしているかと言いますと、昨年ですね、私は司法事務所を通じて消費者金融とキャッシングした会社の過払い請求というのを行いました。過払い請求っていうのは、要するに借金返済の時にですね、法定金利以上の金利、つまり利子ですね、それを払ってしまっている可能性がある場合、多く払ってしまったお金っていうのを過払い金として、その消費者金融とかから取り返すことができるんですね。もちろん簡単に取り返せるわけではなくて、司法書士事務所とか弁護士事務所を通して、消費者金融とかキャッシングとかカードローン会社に情報を開示してもらって、過払い金があるかどうかを調査して、発生していたら過払い請求をするという流れになっていまして、それを取り返すのは司法書士の方だったり弁護士さんが示談とか裁判で取り返してくれるという流れになるんですね。で、私は過去に消費者金融やらキャッシングの経験がありましたので、万が一過払い金が発生しているのではないかということで調査をお願いしました。一番長期間借金をしまくっていたアコムには、過払い金が一番発生しているのではという期待があったので、少しワクワクしていたんですね。まあ、2、3ヶ月は調査にかかりますよと言われてたんですけれども、1ヶ月も経たずして連絡をいただきました。司法書士事務所から電話が来たんですね。で、調べさせてもらいました結果、アコムでは過払い金が発生してないことが分かりましたと伝えられました。あんなに利子ばっかり払って元金減らない生活をしていて、ものすごいアコムに利子を払った気がしていたんで、もしかしたら過払いがあるんじゃないかと期待してたんですね。淡い期待は見事に打ち砕かれましたね。アコムには過払いをしていなかったということで、アコムから
私に戻ってくるお金はないとなりました。完全な八つ当たりなんですけど、ちょっとがっかりなのとムカつきが入り混じってます。そもそもこれ皆さんご存知ない方も多いかもですけれども、過払い金を取り返せるケースっていうのは2006、7年以前の消費者金融やキャッシングやカードローンでの借り入れが目安なんですね。なのでおそらくなんですけれども、今の20代とか30代前半の方っていうのは過払い金はあまり関係ないと思いますね。どちらかというと私より年上の方たちですかね、40以降の方たちっていうのがもしかしたら過払い金が返ってくるかもしれないという感じになるんでしょうかね。私は一番最初にアコムで借り入れた時期っていうのが微妙にその2006、7年より遅かったようで、しかも1年弱という僅差で遅かったんですね。なので法整備が整っていて、貸金業者がしっかり法定金利を守った後の借金だったということですね。なんかなんだよっていうのもおかしいですけど、なんだよってなりましたね。だから例えばなんですけれども、2010年くらいに消費者金融から借り入れられたとかっていう方は過払い金は発生しないと考えた方が良さそうですね。よく CM で過払い金返ってくるかもとかっていうのに釣られて弁護士事務所だったり司法書士事務所に連絡することはあるかもしれないですけれども、まあもしかしたらね別のケースっていうのがあるのかもしれませんけれども、最近の借り入れではおそらくお金は返ってこないと思います。それこそいわゆる消費者金融とかカードローン会社もまっとうに商売をしているわけですから、法定金利はしっかり守っていると思います。闇金とかでお金を借りていない場合が対象ですね。まあ闇金牛島くんとかなんか万田銀次郎とかで個人単位で数百万円貸してくださいみたいな話っていうのは闇金だからある話で、個人の借金だとそもそも法律上年収の3分の1以上は借りることができませんし、都一みたいな利子10日で1割ですかねみたいなことはありませんので、過払い金も時期によっては期待しない方がいいかもしれませんね。まあ私の場合、勝手に過払い金発生して多く払っちゃった分現金で戻ってくるのを夢見ていましたね。もう5万円くらいは戻ってきてもいいんじゃないかとかいろいろ考えてました。まあ、誰も悪くないんですけれども、急になんか悔しいというか、なんですかねこの感じちょっと、いたたまれない気分です。なんか私の場合はすごく少額の返済をしていたので利子ががっつりついていたわけですけれども、それだけでものすごい過払いした気になってましたからね。今の借金返済の足しにできるかもしれないと期待しておりましたので、ちょっとやり場のないというか残念な気持ちはありますね。まあそんなのに期待せずに地道に借金を返せということでしょうか。まあ、今回アコムはダメでしたけれども、まだ他の過払い請求が残ってますので、もしかしたらそちらで少しでも戻ってくるかもしれないですね。また何か動きがあったらこちらでお伝えしていきたいと思います。それでは今回はアコムからお金を取り返せなかったお話になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。